先生は空間やるのに映像から何から全てやります。広告物からコピーライトからもう何もかも。人にメッセージを伝えるためにはもう何もかも作ります。なのでデザイン勉強していくとそういうことができるので建築インテリアからどん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 応用してできます。で、これは家具を発表したときにこういう映像を作ってそれも全部配信してました。で、今の時代っていうのは勉強するっていうよりも自分で考えたことを発信していって見てもらう。見てもらうとそのことをやるだけでどん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 いろんな知恵がつくので、それで君面白いからよかった、うちのとこで一緒に仕事せえへんっていう話にどんどんつながります。なので要はものすごくそういうことっていうのを勉強していくと面白いのと、デザインというのはそういう面白さがあります。なので今どこにおってもそんなことができるっていうことで、ちょっといろいろ今日はざくっと紹介をしていきたいと思います。これはミラノで国際見本市っていうのがあります。で、基本的に家具っていうのはここスタートです。ここで世界中のデザイナー、メーカーが発表したものがしばらくすると世界中で話題を呼ぶっていう状態で、今このミラノサローネっていうのが基本的に中心みたいなことになっています。で、先生はもう30年ぐらいここに行ったり来たりしてるんですけども、今去年中止になりました。今年9月にもう一度復活するっていうのでやってて、実はこれはインテリアコーディネーターの試験にもこの話とかは出てきます。で、まだ日本に全然入ってきてなくて、これからどんどん日本でもこう話題を呼ぶような家具が、まずここから発表されるということですね。そういうこともちょっと頭に入れてください。で、先生の授業ではできるだけこういうのも紹介していきたいなと思っているの で当然あの家具欲しいねんけどって言われることもたくさんあります。なのでこういうことをまず、当然日本人のデザイナーとかも建築家も非常にミラノでも活躍してます。僕もミラノで何回か家具を発表してるんですけども、非常にこういろんな国の人が来てます。一番多いのは今アジアです。アジア、ドバイ、そうですね。はい、ではすごくインテリアっていうのは世界中で盛り上がってる。このコロナでも盛り上がってる。このあたりも世界中で。こうやって見てきたら物理的にこうプラスチックの家具の世界中でもたくさん売れてる。売れてるのは売れるためにデザインで全部仕掛けとか全部ここで。ここまでじゃん。このところで活躍できる日本人。なので要は何が言いたいかっていうと、まあ無理やなじゃなし、あんなとこで仕事したいと思ったらほんまになります。先生はあそこで仕事したいと思ったらもう5年後にできました。もうそんな単純です。要はやりたいかやりたくないかもうこれだけです。やってみたい、挑戦してみたいなことは次に方法論を考えればいいわけですね。で、僕が最近ちょっとおすすめしているのはルイ・ヴィトンです。ルイ・ヴィトンはもう先の暮らし、みんながどうしてたら楽しく暮らせるかっていうのをものすごくよく考えて提案をしています。なのでこれから勉強する人には非常に暮らしっていうのは参考になります。はい、でちょっと見てください。これは御堂筋にルイ・ヴィトンがこの間去年できたやつで、映像がこれも全部 YouTube で見れるので、これはレセプション風景です。建物めちゃくちゃかっこいいです。セプションのオープニング、オープンして開店する前に招待客だけ読んでお披露目するってやつなんですけど、空間はかっこいいわ、製品はいいわ、ファンは多い。ここでコーヒー飲むといっぱい3000円か7000円。要はアジアで初めてカフェができる。でももうみんなそこに行きたい。まあコロナの時期にちょっとすごいんですけども、そんな時期でも、この間、東京の表参道だな、もう自が来てなので、この辺りネットもつながっているので、建築家とかもいろいろ関わって、どん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 見てもできてる。はい。なので、ぜひ持ってる持ってないじゃないです。ヴィトンが何を考えてどういうことを発信してるかっていうところを見てほしいっていうのが一つあります。はい、これもヴィトンです。
V, standing for true artistry, art nourished by travel, then further enhanced by the spirit of the dance. Dance of creative genius, soaring onward and up, like the wind-blown sails of the America's Cup. で、今も世界的な建物の見本のミュージアム。残念ながらこれを日本ではできません。日本はこういうことにはものすごく今遅れてます。そういうことも事実として知ってほしいなので紹介します。こんな世界中も見越えたらアジアにも何歩でもあります。はい。ということで、要は楽しいデザインの世界、建築インテリアということよりはデザインっていう話で今日はお話をしたいと思います。で、僕はデザイナーです。建築家なんですけども、どっちかというとインテリアに強い、デザインに強い建築家です。で、要は、社会貢献っていうので、こういう公益社団法人でデザイナー協会とかいうところで、要は皆さんに啓蒙啓発、デザインってこんなにすごいけど、もっと知れへんかったら仕事になりませんよって話をもう日本中でやってます。もう当然イタリアでも仕事してますし、中国行ってそういうお話もしてます。まあ、そのあたりからちょっといろんなことをお話できたらなというのが、今日と来週です。で、ちょっとアンケート書いてるのは、みんなほんまにインテリアどう思ってるのかなっていうのをちょっと配ってるんで、それはそれで見てください。はい。で、こんな歴史のやつとか、あっちの写真とかも配ってたと思うので、おいおいちょっとお話はできたらなと思います。皆さん、こんな家に住みたいと思う人、あれ？ピンときませんか？ちなみに、もう本当に、自分のとこがうんぬんじゃなしに、もう周りのアジアの地区の人もこういう住まいがいいなと思って、こういうことをやりだしてます。で、日本でもこういう仕事に携わっている人がものすごくたくさんいらっしゃいます。で、インテリアコーディネーターっていう試験は、こういうことができるようにっていうふうにできている資格制度です。なので、要はこれができるようになるんやったらどうしたらいいんやっていうのを、まあ、インテリアコーディネーターなんかは過去の部分から知りましょうっていうようなことをやってるということですね。でこれも見てもらったかもしれませんけど、これも YouTube で、要はある意味こう王道を走るのと、毎年毎年新しいデザインっていうのが紹介されていきます。で、今見てくるのがこういう色ね。これとこっち、これ今の時にさ、こういう部屋の中にちょっと空間があったのか、何が分かってるの？今そういう部屋が、これもできたとかですね。木目、木目とかですけども、木目の使い方っていうのも、デザインの形ですね。で、僕らの仕事は、どこにある空間をこっちに持ってくるのか。新しい仕事で、それをやるっていうのが、ものすごく快感です。あと、動かし方なんです。またこれもやって、これもやってて、どんどんこうやる。そういう意味では、ものすごく充実感があります。あんな目標でも流行ってます。今日は生地の上がちょっとボコボコっとっていうのが去年のコロナのステイホームって話で笑ったんで、できるだけこういうのを当たり前のようなことがあって、まあ、見て慣れてくるかっていうのがあって、慣れてくるとこれ本でも見ます、あ、乗ってたなって思うんですよ。要はまず慣れてほしいなっていうので、先生はできるだけこういうのをとにかく紹介したいなというか、してほしいなと思って、今日もちょっとそれを思って、で、外と中、どういうふうにしていったらいいかっていうのも、このコロナの中でいろんな議論が世界中のインテリアデザイナーが考えていろいろ提案した結果がこれですね。はい、こんなジャングルみたいなの、まあどちらかというと自然の中に寄り添おうという、そういうテーマになる。なので、そういうこともこれからどんどん勉強していきたいなっていうのを中に提案できるような資料を見せていただきます。家帰って本見たかったら、エルデコのインテリアのやつ見てもらうと、エルデコカーサブル、そういうのを見てもらえたら、あといいでしょう。はい。こんなん、慣れてきたらなんぼでもできるの。で、今、日本でもこういうこと、この話は結構増えてきました。はい、なので、ニトリだけじゃないです。日本で、ね、こういうのも、この人も、ね、動ってくれて、こういう時期で、なんか僕らも見りゃできるんですか、そういうこともするんですか、そういうことも、ちょっと頭に入れてくる。
で、アートっていうのはインテリアの中にあって暮らしを豊かに、だからアートっていうのも最近流行ってるのはこう鉛筆で描いたようなアートっていうのをどう作ってもいいかとか、作りに行けって言って最初のアートが多様性だと思う。東南植物とかっていうのもインテリアにどうとかもいいかっていうのを捉えてる。なので、要はこういうのを見てもらうと非常にヒントのスクリーンビデオ使いです。で、服とトレンドは結構今同時進行です。なので、服が流行ってるのはインテリアの方にも反映されたりっていうのもしてるんで、まあそういうところもちょっと気にかけてもらうと面白いかなと思います。で、ここは要は世界、そしてアジアの国々ではインテリアデザインがコロナ禍でも異常に盛り上がってます。それについていけないのがどっちかというと日本です。なので、その事実を知ってほしいなと。はい。で、実は来週の29日って、実は世界中でデザイン、インテリアデザインの話を議論しようっていう、そういうのがこの何年間かずっとありまして、要は今年のテーマはデザインアズ、グローバルカンバセーションっていう。要は会話の中にデザインを取り込んでみんなでデザインの話しませんかっていうようなテーマで世界中でいろんなことをインテリアデザイナーが集まって話し合い、どんな状況かっていうと、まあでこんな感じでもう5月の末にはもういろんなところでインテリアの話をやっています。これは去年の映像ですけども、もう本当に各地、一番多いのはアジアです。でアジアは何でかって言ったら、今日本と同じような数字っていうので非常にインテリアが増えてます。いいインテリアをやろうっていう。 Is 2020 wichtiger denn je? It's a global connection. It's India in our identity. こんな感じでいろんな、これみんなインテリアデザイン、もうそこなんで中国語喋ってますけど英語ペラペラです。 Shows the importance of design in our lifeIs to appreciate being indoor. はい、もうアジアはインテリアブーム。これは日本の今トップの人建築家ですけど、インテリアです。Celebrates the future and sustainable. はい。で、まだ本には載ってないですけど、次インテリアの歴史に載る人がこの人です。今社員500人です。インテリアのデザイナーであり、起業家であり、ファウンダーって書いてますよね。会社を作った創業者です。はい。で、今、ヨーロッパのインテリア雑誌には、この人にあったホテルとかがバンバン載ってて、残念ながらまだ日本には全然紹介はされてません。ただちょっと皆さんにメッセージがあるので、それをちょっと聞いてもらおう。Interior architecture design is far beyond aesthetics and functionality.It does not only reflect our dreams and desires, but it is also a very powerful tool to tackle social and environmental challenges. IFI World Interiors Day celebrates the future and sustainable improvement of human well-being, the true essence of design. はい、ここで well-being、well-being って聞いたことあるぞ。聞いたことね、覚えておいてくださいね。っていうか、今日配ったプリントにちょっと覚えておいてほしいキーワードをチラチラチラって入れてます。その中に一つウェルビーイングって入れてるんですけども、今、世界中のインテリアデザイナーを束ねてる人がこのスティーブ・レオンさんっていう方です。非常にいい人です。はい、500人の社員携えてインテリアもっと良くしようっていうので、世界中で動かれてる方なんですけども、彼のメッセージとしては、インテリアデザインは美学を超え、私たちの夢と希望を反映するだけでなく、社会的および環境的課題を解決し、人の幸せな未来へといざない良好な状態へもたらす持続可能な改善策であり、挑戦なのですっていうので、要はインテリアデザインというのは暮らし、どんどん良くする、そういう貢献ができるので、社会的なことを考えながら挑戦をし続けてますよ。だからみんな一緒にやりませんかっていうので、この人の一声で、世界中でやろうやろうっていうので今動いてるっていう状態があります。この人喋るとこんだけ集まるんですよ、中国。もうみんなインテリア勉強したらどんどん仕事があるっていう状態なんで、あの二人喋るだけでこんだけです。もうそれぐらいインテリアブームです。イタリアのインテリア雑誌が中国でどんどん発売されてます。そういう背景もこれです。ちなみにエンターテインメントもみんなもうアジアですよね、日本じゃなしに。
ジャニーズ の状態が韓国、中国と一緒ですけども、実はインテリアもこんな状態です。みんなインテリア勉強する。もう立ち見、座るとこないっていう。なんかもうライブ状況ですね。こんな状況が今起こっているっていうことをちょっと知ってください。で、実はこんな感じで国連みたいに会議もやってます。はい。これ僕が座ってるとこから写真を撮ってるんですけども、さっき喋ってた人がバーって出てます。はい。この街、どこやと思う？ちなみに。これ実は、これ各国が一路一帯構想って中国がこう今歌い上げてる、要は湾岸を全部インフラかけて環境整備していきましょうの中で、みんなどういうことが成果としてあったかっていうのが国ごと代表で、僕も日本の代表で喋りに行ったんですけども、これベトナムです。もうベトナムもこんな高層ビル建ってめちゃくちゃかっこよくなってるわけです。で、ベトナムも今インテリアデザイナーがいっぱいいてて、もう面白いインテリアがボンボンできてます。こういう状況が実は海の外です。で、僕とか、このインテリアデザイナー協会の理事長とかも、向こうに行ったり、これ上でスティーブさんとインディンゴミラノでいろいろやってて、あっちはベトナムで話しに行ったりしてるんですけども、もうみんなでインテリア、どうしていったらいいかっていうのを考えていこうっていうのをやっている状況が今です。はい。で、あと先生はそれに連動して、こんな感じで学生さんが発表する場を作る。で、皆さんもぜひ発表してください。で、ちなみに来週もあります。春と秋やってて、こういうところで発表したらめちゃくちゃ自信つくよ。まず、学校で発表してるレベルじゃないです。こんなとこ行って発表するだけで、失敗しようが何しようがいいんです。この間なんか課題途中で、こんな課題途中なんですけど、どう思いますって言って発表するとか、もうそれだけでも全然構わないんですけど、要は他の大学、学校がどんなことを勉強してるかの一目瞭然で分かります。なので、ぜひこういうところをちょっと知ってもらうだけでも勉強するスピード感が早まります。そのあたりもちょっと頭に入れてもらえたらなと。こんな感じですね。で、来週はこんな感じで、1時からちなみに5時半までやるのかな。学校の方のやつで喋るんですけども、各学校の先生がどういう授業をやってたりっていうのも、やってます。下になってるのほとんど女性ですよね。もうとんでもないですよ。イギリスで仕事やってた。はい、ロンドンで仕事されてて、今もすごい面白いホテルとかを日本で発表してる。そちらインテリアデザイナーで、ビフォーアフターの。で、健康系で。で、この人は心理学もともと大学でやってて、シャネルの店員やってから今っていう個人。っていうので、まあ、実は女性の方は面白かったりします、提案も。で、上の方ではデザイン団体のと有名な人、店舗系とディスプレイ系の人たちにも喋ってもらって、ここで学校1、2、3、4、5、6、6校かな、6校の先生とかとも、まあ、いろんな話をやっていこうというのがあるんで、もし興味があんねやったら、ホスピタリティあふれるこれからのインテリアとか、あれで検索したら予約の画面すぐ出てくるので、PTX っていうところで無料で見れるので、よかったら見てください。自由です。ね、今日は暮らしを支えてきたデザインっていうところをちょっとご紹介したいなと思います。で、要はデザイナーの思考体系いうので、ちょっとワークショップ。前からワークショップやるって言いましたよね。本当はペーパータワーいうのをやろうと思ってたんですけど、今日はちょっと違うのやります。それと、アンケートをやって今日は終わりと。いうことです。で、ここにちょっと今の状況、歴史的なことを振り返りながらいろいろやってるんですけども、こういうのもおいおいちょっと説明していきたいなと思います。で、ちょっと大事な用語載せてます。で、今日これを全部喋るとものすごく時間かかるんで、まず先ほどワールドインテリアデイというのをちょっとご紹介しました。あと、デザインっていうところ、今日は特にちょっとお話をしたいなと。思います。それとこの下のリノベーションとかイシュードリブンとかこういうことも覚えてほしいんですけども、さっきミラノサローネっていうのも見てもらいました。あそこに北俊之、深澤直人、佐藤大樹、おまけに映画入れてるんですけど、あの3人ってインテリアコーディネーターの試験にも絶対出てきます。生きてます。はい。で、ウェルビーングってみんながいい状態ということです。だから最近ハッピーって言い方じゃないし、ウェルビーイングって言い方をみんなするようになってます。はい、そういうところもちょっと知っておいてください。
で、これは前見せたかもしれませんけど、今僕らの状況っていうのはこういう状況です。これをまず頭に入れておいてください。Which means that they could land on the toilet seat or on the toilet paper itself, and that means that they can be spread onto your hands and other surfaces later on. こうなるからどうしたらいいかっていうことを最後に言ってくれてるんで、そこを頭に入れておいて。これも YouTube で何億回回ってる。これも YouTube で何億回回ってる。これも YouTube で何億回回ってる。Now, this means that over the course of the day, you might be picking up those bacteria. And then if you suddenly decide to have lunch at your desk without washing your hands first, you're basically transferring those bacteria into your mouth. 要は手洗いへんかったらどうなるか。清潔にせへんかったらどうなる、どういうふうに感染していくかっていうのを、これはこうビジュアルで比較的にちゃんと表現する。なので、見えないものに戦うのは自分で身を守る方法なのではない。In fact, you could be carrying that organism and spreading it to other surfaces around the office inadvertently if you don't wash your hands after going to the toilet.ただ、これは回避できる方法があるんです。だけどもテーブルとかにはこんな感じになってくるので気をつけなあかんよということをまず知っておきます。だからとにかく消毒をする、これは自分たちをまず身を守る一番の大事な方法です。To combat the sneeze effect, you can use the seat cleaner to make sure that you wipe the germs away.Effective hand washing is one of the simplest ways to stop infection in the office. It's been found that 47% of illness can be reduced by people simply washing their hands effectively, and just 20 seconds of hand washing can stop the journey of the germ. Afterwards, you need to dry your hands thoroughly because it's been found that germs are more likely to be transmitted to other surfaces if your hands are damp. So dry your hands completely. これがまず見えないものと戦う一つの術です。これを分かった上で。はい、次ちょっと歴史的な年表をちょっと見てもらおうかなと思って今日はご用意しました。で、これはシレというわけじゃありません。ちょっと赤色のところで真ん中の長い細長い水色ありますね。あれは戦争です。こいつとこいつは戦争です。一番近いやつですね。第一次世界大戦、第二次世界大戦。これをまたいで。で、あの緑色っていうのが、これ建築の産業革命以降の代表的なことを書いてます。ただ、緑色のやつはどっちかというとデザインっていうことで言われてるやつをちょっとチョイスしました。で、今別に覚える必要はありません。で、今度は水色。これっていうのは、僕たちが今住んでいる空間の考え方、合理的な建物っていう感じで、要は簡素な柱と梁でできて、そこに壁があって、窓があって、入り口があってっていう、世界の標準になったスタンダードの建物っていうのは、ドドドドドドって世界をに普及していきます。その中に、緑のデザインっていうのに特化した言われ方をする人たちがたくさん出ています。で、そこでちょっと知ってほしいのはここですね。iPhone できてからちょっと時代が変わってます。で、これは皆さん分かってるようで分かってない。でもみんなもスマホ当たり前のように使いますよね。っていうので、インテリア、建築、デザインの世界もここで大きく変わってるん違うかなと僕は最近よく言ってます。で、僕が今日お話しすることは、この、で、その建築の世界というのは、ぶわーってこれ広がってきたけど、今、ふーって基本に始めてます。で、逆にデザインというものが、今、新しいデザインの流れが動き出してるっていう、そういう流れやとちょっと思ってください。で、それをもうちょっとデザインに特化すると、こんな状態で、合理的な建物っていうのは、どんどん大きくなって、なんていうかな。赤いところはデザインが関わる領域っていうのがどんどん増えてます。はい、もう極端な話をやると、今、経営にデザインを取り込みましょうって、そういう状況になってます。これはスタンフォードが始めたやつなんですけども、要はデザインっていうものは、そういう意味でものすごくいろんな分野にまでこう、まあ、仕事の範囲が広がっていると。だから赤色のところはそういう
デザインで、あそこにイノベーションって書いてますけども、要は誰かがそれを発表したことによってすごいこうインテリアとかの業界が盛り上がったり、そっちに流れてすごいこう売り買いがされたり、話題を読んだりっていうことです。はい。で、その一番初めはまあウィリアム・モリスとよく言われるんですけども、そういうところ。で、今日はそのあたりじゃなしに、あの赤色で書いてるところのやつで、ほとんどインテリアコーディネーターの試験とかにも当然出てくる話なんですけども、今日はその中で、こう一点のアイリン・グレイっていう人のちょっと話を見てもらおうかなと思います。はい。みんなコルビジェとか習いましたよね。はい。で、コルビジェが嫉妬した人です、実は。自分の考えを先にやってたっていう。で、それを言われたのは最近です。そういうことが発表されたのは。で、それが映画化になってるんで、そのちょっとシーンをちょっと見てください。これはまずアイリン・グレイの現物が最近出てきたオークションのシーンです。あれ、ユーロです。ちなみに19億で、1個の椅子のオークションが。19億円ぐらいで売れます。あの人が勝ったっていうシーンなんですけども、要は、ちょっとこれですごくまた最近話題を読んだやつです。近代建築界最大の巨匠、ル・コルビジェ。My work fundamentally altered the way in which we live in the world. Her work was that the world in which I worked was fundamentally altered. Eileen Gray. When I first saw her exhibit, the innovation filled me with jealousy and awe in equal measure. Je ne m'en avais pas. Why don't you build a thing that will last, like a house? For us.A house by the sea. Dédié à Émile Vancette, la maison en bord de mer. J'adore ces détails personnels. Une maison n'est pas une machine dans laquelle on habite, c'est la carapace d'un homme. De la lumière et de l'ombre. Un homme a besoin de ces choses. She resolutely refused to follow my five-point plan framework in full. Son 才能はル・コルビジェの心を激しく動かした。Constructing the cabanon here over the years, the world perception was of a house called Villa Badovici built by Le Corbusier. I refuse to be a card-carrying member of this boys-only club. Tu ne devrais jamais apparaître peinte. Insignifiant, ils n'ont jamais été magnifiques. Elle a construit cette maison en tant que réponse personnelle pour toi, Le Corbusier. In art, I can see clearly. In love, not so well. If only he had understood Le Corbusier.多くの芸術家たちが生きたモダニズム華やかな時代、名作建築に関わる。はい、っていうので、アイリン・グレイが彼氏との家を設計するのに、図面鉄道団がコルビジェなんですね。で、でも、で、その当時もアイリン・グレイは家具のデザイナーで有名で、もういろんな新しい家具をどんどん出してました。だから、コルビジェよりもちょっと上の先輩です。で、要はコルビジェは今アーティスト志向やったんで、アーティストから建築家に行こうとしてるときに図面を ある編集者いうのが、編集長いうのがこの人の彼氏なんですけども、その人との家を設計する人に、まあ、コルビジェに手伝ってもらえちゃうって言ってやったのはいいんですけど、結局コルビジェは五原則っていう話でこうやっていくんだけど、アイリン・グレイはそれしてそんなもんあかんって言いながら、もうその当時コルビジェよりもすごい考え方でこの2人の家を作ったんはいいんですけど、途中でコルビジェが気に入ってそこに居座ってました。なのでアイリン・グレイはもうすぐ出て、でこの近所でコルビジェが死んで、死ぬまでその建物はコルビジェが建てたと言われてます。そういう話が最近映画化されたっていう話で、で実はアイリン・グレイの家具ってめちゃくちゃかっこいいです。今でも全然通用するし、でデザイナーのやつがどんどんすごい評価をされていくと、最後芸術っていう話のところに流れていってるっていうところもちょっとしてほしいなっていうので、こんなんです、中は。この E の10になるんです。これが2人で住むお家。Not just because of the extraordinary legacy の家具とかもみんなアイリン・グレイ。Truly
thrilling, magical, inspiration, objects and designs. But it matters as human. True to her muse, true to herself, and true to her changing times. はい、っていうので、実は女性のインテリアデザイナーっていうのもすごい人がいてました。で、実はコルビジェっていうのは建築家で椅子とかも作ったって言われてるんですけども、実は椅子作るの超下手やったらしいです。苦手で。で、コルビジェにの中にシャルロット・ベリアンっていう若いあそこに乗ってる女性を招いて、どっちかというと共作でシャルロットさんがデザインしてました。なので、これシェーズロングって年数なんですけども、これとかコルビジェが建てたユニテッド・アビダーシオンって建物の中のキッチンはシャルロット・ペリアンとかが設計をしました。っていうので、まあ、って言ってもアイリン・グレイには及ばなかったかなっていう感じです。こんな人です。ちなみに、真ん中に見えてる本棚って、あれ日本の床の間をモチーフにしてます。ここに日本の伝統的な工芸の手法を生かしたって結構日本でいっぱいいろんなものを作ってます。はい。で、ここからちょっとデザインっていう話、そもそもデザインって何やっていうところをちょっと整理したいなと思います。で、これは工業デザイン、要は工業製品が世にぶわーって大量生産されるときに、アメリカでその工業化するときのデザインで一番関わって世界的に有名な人です。はい、チャールズ・イズムと言います。で、この人に生きてる時に展覧会があって、その時のインタビューの模様が YouTube にあったんで、それをちょっとご紹介します。で、ここでデザインって何ですかって聞いてます。で、イズムは、ある目的を達成するために必要な要素を組み立てることって言います。まあ、目的の表現と言いたい。これまさしく今でも同じことだと思います。ちょっと見てください。Of design, Monsieur Eames? One could describe design as a plan for arranging elements to accomplish a particular purpose. Is design an expression of art? I would rather say it's an expression of purpose. It may, if it is good enough, later be judged as art. Is design a craft for industrial purposes? No, but design may be a solution to some industrial problems.What are the boundaries of design? What are the boundaries of problems? Is design a discipline that concerns itself with only one part of the environment? No. Is it a method of general expression? No, it is a method of action. Is design a creation of an individual? No, because to be realistic, one must always recognize the influence of those that have gone before.Is design a creation of a group? Very often. Is there a design ethic? There are always design constraints, and these often imply an ethic. Does design imply the idea of products that are necessarily useful? Yes, even though the use might be very subtle.はい、というので、要は何言うというかわからないかもしれませんけど、イムズっていう人がおったっていうことぐらいはちょっと知ってほしいな。はい、でちなみに、イムズって多分皆さん知ってる椅子とかたくさんあります、時計とか。で、実はこの人は大学途中退学です。ドロップアウトしてます。なので、要は勉強はどこでもできるというのの一番典型的な代表例でこの人ですね、そういう意味では。Sure, quite what he was. Was he an architect? Was he a designer? Was he a filmmaker? But what he was, obviously, was something we all wanted to be. She made paintings out of what she was surrounded by. Everything she touched, she turned into something magical. For them, these names like painter and architect, they weren't job descriptions. They were ways of looking at the world.Modern design was born from the marriage of art and industry. The Eames office was born from the marriage of Ray Kaiser, a painter who rarely painted, and Charles Eames, an architecture school dropout who never got his license. はい、っていうので大学退学になってるんですけども、めちゃくちゃ有名になった人です。はい、ちなみにアップルのスティーブ・ジョブズも大学途中
ここからはちょっとこう空間がどういうふうに成立しているかっていうデザインっていう観点からちょっと面白い物件とか建物をちょっと紹介したいと思います。でこれは皆さんいろいろも勉強始めてると思いますけど、要は空間ものっていうのは形大きさ素材色光こういうものの組み合わせで出来上がっていますね。でそれがものになったりことになったり空間になったりするということです。でここからちょっと自分で考えながら頭で想像して次のスライドを見てほしいなと思います。ローマの宮殿、神殿を作りたいと依頼されたら、あなたならどういうデザインしますかって話です。ちなみにローマの時代は神様がたくさんいました。一神教じゃありません。なのでヤヌスとか、これヴィーナスですね。もうたくさんの人たちを要は祀るような神殿っていうのがあって、まあ、ここにつなげるって書いてますけど、皆さんどんなものを作ったらいいと思いますか？まあ、作るという皆さんが建築家として頼まれたらどうするかっていう想定でちょっと見てください。この時建てられた建物はこういうやつです。パンテオンと言います。で、人の大きさなんです。まだ石の、ローマって石が多いんで石の建築物ですね。積み上げるっていう形で中に入っていくっていう形です。で、一体どうなったかというと、これ中に入っていくとこんな状態で、あそこは泣いてて光が差してきます。これもで下でこう上を見上げてます。で、これ一つ考えられることは、要は神様ってこうなんかあそこを見ると光が交差してきて、なんか神様の方が声が聞こえる、神様が降りてくるっていうような演出をしているわけですね。ある意味今でいうテーマパークです。なので部屋の中入っていくと真っ暗けになって、自然と上を見上げていって、なんか神様の声が聞こえる、神様がいているように感じるっていうような。そういう空間が人の行為につなげているという建物です。この手法っていうのは実はいろんな建築物に生かされています。これもちょっと頭に入れておいてもらうといいかもしれません。次、同じように、これはフランスにできた教会です。で、これも一緒です。で、神様って天国に似てるって発想なんで、天国に近づきたいか、天国から何かしらこう、声が聞こえるっていうような演出をしているっていう話ですね。これはこう上に上げていってるっていうことになっています。こういうところもちょっと見てください。で、最近できたやつ。これ皆さん設計者として考えてください。今ニューヨークこんな状態です。ニューヨークに結構象徴的な建物を作りたいんやけど、お金はいといませんから考えてくださいって言われたらどうするかって話です。はい、これはハドソン川の横に今あそこに書いている通り、今までで一番でかい再開発事業というのは行われています。まだ完成はしてません。で、これでできたのがこんなやつです。ただの階段で歩くだけと。はい、でも、これが非常に話題になりまして、今、名称になっています。で、階段2500段あって無料で上がれて、ただ単に上がっていくだけなんですけども、人っていうのはこういう上がるとか上に行くとかっていうことに興味をそそるんで、非常に名称になっています。はい、こういう手法もあります。こんなんですね。はい、次、ちょっと見てください。今度はホールの前にある芝生のスペース。要は、トークショーをやるんで、一度限りのランチタイムにめちゃくちゃかっこいい象徴的なコミュニティスペースを作りたいという、これオリオのイベントでも通ずるものがあるかもしれませんけど、そう頼まれたら皆さんどうしますかって話です。はい、この辺り、ここのホールに、あっちのホールの前ですね、ランチタイムの時にみんな外に出てきて休憩してもらうのにどうしたらいいかっていうので、これは TED っていうスーパープレゼンテーションがあるときにやられてたやつなんですけども、こんな感じでこういうフレームのものを置いてコミュニティスペースの場としてやってると。で、逆にこういうフレームの赤いのがあるだけで場が変わります。これも一個の手法ですね。こういうこともちょっと参考にしてもらえたらなと思います。はい、で不思議なもんで、こういうとこから空見ると、今までとちょっと違う空が見えたりするって、こういうことも非常に大事かもしれません。ちなみにこのフレームは先生がデザインしたやつです。はい、で次、これもっと具体的です。屋上でパーティーをしたいと。
でめちゃくちゃかっこいいことをやりたいねんけど、なんか考えてって言われたら皆さんどうしますかって話です。はい、こんな屋上があって、奥に公園ができる場所があるんですけども、こうやって喋る場所がね。ここをめちゃくちゃおしゃれにして、パーティーやろうと思うねんけど、どうするって話やったら、これは僕らがやったやつなんですけども、どうしたかと、皆さんどうしたらいいと思いますか？で、この時は、さっき文字に出てた、もう生きながら伝説の人から、坂井君と安藤さん、ちょっと、アッパーって分かるかな？要はもうかなり上のデザイナー呼んでパーティーしよう思うねんけど、ちょっと企画して頑張ってねって言われて、分かりました、言って作りました。はい、どんな感じかっていうと、こんな感じです。これがこんな感じです。ちなみにこれは、御堂筋っていうのをライティングをやってる、ライティングはプロにやってもらってます。なので、要は、こういうふうにライトアップするだけでも完全に空間は変わるわけですね。これインスタレーションって言い方をよくするんですけども、皆さん調べましたよね。インスタレーションやって、これはお客さんが4階に入ってきたときに、うお、なんやこれめちゃくちゃかっこええやんけということを、まあ驚かそうっていうので、シークレットインスタレーションっていうので、一切告知せずに上がってきたらこの状態っていうのでやりました。で、実はライティングやった人はスーパースターです。女性ですけども。はい、で非常に大受けやったっていう話です。実際こんな感じですね。はい、でこれもっと身近なインテリアの話です。あたかも宮殿にいているように感じさせたい、そこで美味しいお茶を飲んでほしいという、どうしますか。ここをあたかも宮殿のようにっていう、皆さんインテリアでどう解決したいと思いますか。どうしますか。どうしますか。こうなります。これ単純にスクリーンを映ってこういうふうに演出するだけであたかもいてるようになるっていう。でこれ一時期ミラノサローネでマルセル・ワンダースっていう人がこの演出をしてから世界中で晴れました。でここでこういう椅子の展示をするときに手法を使ってやったらええんちゃうって言って写真探して持ってやりました。だから僕らはあれを壁紙をプリントしてこうやって引っ掛けて映ってるだけですやのに、インテリアが奥行きあるような感じにガラッて変わる。これも一つの手法ですね。なので、要は物、形、どう見せるかっていうのをちょっとずつアレンジするだけでも、当然、ガラって雰囲気が変えれるということです。はい。これ、茶室です。めちゃくちゃ狭いですけど、入ってみたら、なんか無心になって心休まるっていう、こういうことにもなります。なので、要は何かしらあると、ガラって変わるっていうことですね。だからそれが狭く立ってっていうことだと思います。はい、また次。ちょっと和紙で、和紙をミラノで売るのだって書いてますけども。はい、ここで和紙を売ります。1日しか時間ありません。次の日からもう和紙を売ります。皆さんどう考えますかって話です。どうしますか、皆さん。こんなみんなインテリアとかデザイナーの仕事ですよ。これミラノです。はい。こんな感じになります。1日でやります、僕らは。で、これ、つつも展っていう、自分たちで和紙の作品作って、それ並べてるだけで、要は自分たちの作品並べるだけでも、演出の仕方でガラって変えれるわけですね。これが、これです。はい。なので、インテリアって不思議なもんで、ガラッと状況を変えることができます。こんな感じですね。はい、で、まあ、僕とかは、もう宣伝するのがお金なかったら、ツイッターやフェイスブックやで、あんな写真いっぱいあげたら、会場にもいっぱい人が来るんで、自分たちで延々発表します、発信します、そういうことをやっています。一緒に、隣の、これは赤いの僕なんですけども、まあ、一緒に仕事してたアンジェロとかがこう来てくれた、建築家ですけどね、こうやって見に来てくれたりとかしてるっていう状況です。はい、なので学生シンポジウムとか何でもそうですけど、何かやったらどんどんつながっていて、それが海を越えるともっと面白いことになるっていうお話です。はい、なのでこんな感じでみんなでこう作品を発表したと。ちなみにここで発表した人って大概有名になってます。変な話ですけど、
踏み越えてまで発表しに行こうかっていう連中っていうのはみんなやる気満々です。はい、そういうことっていうのもちょっと頭に入れてください。ということで、形、大きさ、素材、色、光っていうのをちょっとアレンジするだけでもその状況、雰囲気、感じ方を変えれることができるっていうのが要はデザインの力やと思ってください。非常にそういう意味では面白い現象が起こるっていうことですね。で、今まではそれを建築と言ってたんですけども、もっとこう身近なところに下ろしてどう感じてもらうか、もっと身近なところでっていうのはデザインの方が強かったりするのかなと思います。そういうところちょっと頭に入れてください。ワークショップをやります。ちなみにここに色紙があるんで好きな紙持ってってください。5枚ずつとか10枚ずつとか大中小あります。はい、どうぞ。で、ここの糊持ってきてください。で、A4 の紙にちょっと貼り付けてますんですけど、色紙を組み合わせてください。で、条件があります。これは2枚ですね。条件としては水平垂直だけです。ルールは。だから斜めにしたらダメです。それと、10枚も。で、この1枚の紙の中にどう構成してデザインパネルを考えていく。OK ですか？で、完成したら裏面に自分でタイトルつけて名前つけて。で、すいません。Zoom で参加している人は今会場というか教室では A4 の紙をみんな取って色紙のこの4種類の色紙の中から紙を10枚選んで今構成をどうするかっていう検討にを開始しました。 Zoom で参加している人は自分でスケッチ書いとかして色鉛筆で構成してもらってもいいかもしれませんので考えてみてください。これ単純に正方形の折り紙を半分に折ったやつ、さらに4分の1に切ったやつっていうのを並べて4種類作ってるということです。なのでどう組み合わせるかっていうのも大事ですし、色の組み合わせがどういうふうに効果が生むかっていうのもありますし、はい、いろんな方法論が取れると思います。さっき言ったように形、大きさ、色、そのあたりを組み合わせるだけで全然印象が変わるパネルが作れます。さあ皆さん、はい、少ない時間の中ちょっとどんな感じになるか考えてみてください。Zoom でもやっていきますので、また来週も Zoom で参加する人はもし用意ができるんであれば折り紙用意しておいてもらえると嬉しいです。ということで今日は終わります。よろしいでしょうか、 Zoom のお二人さん。